こんにちは、ソカジノブです。ナミさん、メッセージありがとうございます。今回はね、動画2つ付きで送っていただきました。この2つの動画については返信動画を設けさせていただきます。さあ、今朝お送りしました携帯電話利権のお話なんですけども、実はね、ゆうべ、ミセス渡辺さんとお二人でね、この携帯利権のことについて、お話ししてさせていただいたところを、35名ぐらいのね、視聴者さんがいらっしゃって、まあ、その中でこれからね、携帯電話も代理店の時代だよと、これはソフトバンクとか au とかドコモが独占した代理店を個人でも代理店ができるように総務省が開放したんだよっていうことは聞いてですね、そういえば何年か前にそんなことあったなとして、なんですかね、ペンギンとかね、クジラとかっていう au が来たのを思い出したんですよ。そういえばその時はそれぞれ断ったなと思ったんですけども、今回の話は、まあ、そろそろ乗ってもいいかなと思ったんで、まあ、サインをしてみようかなってとこだったんですけども、まあ、まずね、今だいたい携帯電話の料金っていうのは1万3000円ぐらい平均で使ってるそうなんですよね。私はまあ2万から3万ぐらいの間でちょっと無駄遣いしてるんですけども、ただ利用するだけでも乗り換えただけで4600円弱になるという話なんですよ。全然問題ないですよね。で、60ギガ使い放題ということでね、ギガ数増えてんじゃんみたいな感じで得しかないということなんですよね。節約も稼いだのと一緒ですから、これはぜひね、切り替えるだけで安くなるんだったら使ってもいいかなと思うんですよ。で、携帯電話の回線は相変わらずドコモだったらドコモ、ソフトバンクだったらソフトバンク使えるんで、クオリティには問題なしということですよね、で、もう一つは代理店もできるということなんですよね。代理店はこの利用料金に7500円の代理店料を払って、合計で1万3000弱、要するに今の料金、お支払いいただいている料金と同じなんですよね。だから新しい出費を要するものではなくって、切り替えるだけで電波帯のクオリティは同じで使いやすくって、で、代理店もできるんで、まあ、ビジネスしたりね、営業したりする方はどん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 その権利金も稼いでいけるということで、携帯利権ということなんですよね。これすごいですね。今ね、携帯3社ビッグキャリアがありますよね。3社、まあ、楽天も入って4社になるそうなんですけども、 97% だかなんだかがこの3社で独占してるらしいんで、それを開放してだいたい 20% から 30% の市場を個人の代理店で作っていくっていう風な方針らしいんですけどもね。まあ、そうなると早めに入った方が得だなっていうことと、まあ、切り替えたら安くなるんで、とりあえず断る人いないだろうって感じでね、私もまあ参加を決めたわけなんですよ。それが昨夜です。で、今日から手続きに入るということで、参加される方がたくさんいらっしゃいまして、もうすでに15名以上の方からお申し込みいただいて、中には家族の全部ね、切り替えるんでってことで、一人で4口ね、申し込みをするっていう方もいらっしゃって、皆さんね、節約できてよかったなって感じですよね。まあ、代理店登録をすればもう権利金も予定できますんでね、そういった内容で昨日はズームライブをさせていただいたんで、もうすでに速稼塾のポータルサイトでその模様も、ミセス渡辺さんとの対談もね、見れると思いますので、前半が FX、 後半がその利権の話になってますので、ご覧いただいてもいいかなと思っております。ということでね、よろしかったらね、参加してもいいんじゃないかなと思います。一応参加の手順書を皆さんに送った分をそのままコピーペーストして、ナミさんにもお付けしておきますので、ご覧ください。それではまたよろしくお願いします。